皆さん、こんにちは、キリタンです。今回から、挑戦史に挑戦です。日本であれ、韓国であれ、民族というのは、歴史があって、形成されていくものだと思うんです。その流れが分かれば、なぜ、そこまで日本に嫌がらせばかり、するのかが分かってくるのかな、なんて思っています。タイトルが挑戦史なので、まずは建国からです。実は始まりは確定していません。有力とされるのが騎士朝鮮とされます。紀元前12世紀頃、中国人の騎士が建国し、都は現在の平壌に置かれました。史記によれば28代殷王朝の子で、殷の滅亡後、周の武王により騎士を朝鮮に封じたとあります。朝鮮公騎士は殷の移民を率いて、文化や技術を広め、兵法を用いて、前線を敷き、理想的な社会を作ったそうです。ただし、資料不足で実在を確定できてないそうです。ここまでが世間一般とされる、朝鮮の建国です。しかし、当事者の朝鮮では違う伝説が広まっているのでした。あの国の伝説では、ダンクン朝鮮が、正式な朝鮮の起源であると主張なされています。やばいですね。ダン君とは天神の子であり、なんと紀元前2333年平壌で朝鮮を建国したそうです。もうちょっとダン君に探りを入れたいと思います。三国志記に載らなかった説話を集めた三国維持なるものを高麗の時代、1280年代に、一年とかいう坊さんがまとめています。その中に出てくるのが、ダン君です。もちろん、中国の三国志や北魏書には、一切出てきません。その名前は、1280年より前の書物には、登場しません。以上から、創作であるとされています。これだけの証拠が揃っているのですが、あの国の教科書では、騎士朝鮮は中国側の作り話で伝説であり、ダン君朝鮮こそが歴史的事実であるそうです。面白いので、韓国の教科書で歴史的事実とされている三国維持の中身を紹介しますね。大釈天の諸子である関羽は人間界に興味を持ったので、3000人の部下と上市という国を作って360年余り治めたそうです。その時に虎と熊が人間になりたいと訴えたので、よもぎとニンニクを与え、これを食べて100日の間太陽の光を見なければ人間になれると教えたそうです。虎は途中で投げ出し、熊は頑張って熊女遊女になったそうです。これだと夫がいないので、関羽が人間の男に変身して、子を儲けたそうです。その後1500年朝鮮を統治したが、周の武王が殷の騎士を封じたので、山に隠れて山の神になったそうです。享年1908歳でした。これが韓国の歴史的事実です。夢があって素敵です。このことを素直に認めることができない日本人とは、歴史解釈に隔たりがあると言われても反論できませんよね。ダン君はもうお腹いっぱいなので、普通の朝鮮に戻ります。騎士の子孫は中国、周の皇を世襲しますが、周が弱ってくると王を名乗るようになります。その後、燕に攻め込まれて、領土を削られ、弱体化していきます。秦が大陸を統一すると、必殺の土下座が炸裂して、服属します。そして、秦は、すぐに動乱の時代に、入りますよね。その頃のお話です。今度は燕氏朝鮮が建国されます。こちらは、証拠も揃っている事実です。燕氏は燕の出身で、前漢の劉邦配下にある燕王の武将の燕王が、燕
千の人々を率いて朝鮮に亡命し、紀元前195年頃に都を同じく平壌において建国しました。これで証拠しか見れずドリームが理解できない凡人には、朝鮮の建国はいわゆる中国人によるものとの結論になります。司馬遷の史記ではこの英氏朝鮮を指して朝鮮と記述されています。朝鮮とは朝日が鮮やかなところ、つまり東方の地域という意味があったのではないかと言われています。史記が完成する以前から朝鮮という言葉が中国ではあったとされています。何が言いたいかというと、朝鮮という言葉は中国人が作ったということです。エイマンが朝鮮を屈服させるのにほとんど抵抗はありませんでした。組織された軍隊に対抗できなかったからです。中国に朝鮮が支配されて建国した、こんな事実を受け入れる寛容な人々なら何も問題はありません。しかし相手は韓国さんです。韓国さんはそこで考えました。エイマンが朝鮮人だったとすればいいんだ。エイマンが朝鮮に入った時、朝鮮風の曲げを言っていたし、服装も朝鮮の服装だった。朝鮮人だったエイマンが円に滞在して帰ってきたんだ。完璧です。実際に90年代まで韓国の学校でそう教えていたそうです。紀元前109から108年、韓の武帝により英氏朝鮮は滅ぼされます。武帝は郷土を警戒していて、牽制の意味で朝鮮に攻め入った模様です。ついでに滅ぼした朝鮮には韓四軍が置かれます。ここから朝鮮が中国の支配下に置かれたわけですね。だがしかし、そう思うのは凡人です。韓国さんは決して認めません。ラクラウ軍は平壌で間違いないと見られるのですが、ドリームチームは両党に軍が置かれていたと証拠はないけど主張しておられます。あっぱれを差し上げたいと思います。ところが韓国さんが韓の支配を受けていない説に一理あるかもしれないんです。この時代の朝鮮は辺境の地で、人口も豊かな土地もありませんでした。確かにあの中国がそのような辺境の地に予算を投じるとは思えません。軍を置いたのは辺境を監視するためで、自国として支配するためではないのかもしれません。事実としてラクロウ軍以外の3軍はとっとと廃止されています。強大な韓帝国から見れば支配するまでもなかったのかもですね。韓によって朝鮮には大きな利が得られました。文明の流入です。製鉄の技術が入ってきたことにより、農機具が鉄製になりました。やっと人口が増えることになりました。小国家が形成され、朝鮮南部に一世紀頃馬韓、弁韓、新韓が起こります。ついに朝鮮人の国家誕生です。さらに朝鮮北部では高句麗が起こります。高句麗は女真族で中国であるというのはもちろん韓国では否定されています。3世紀には高孫さんの高孫氏が大砲軍を設置しました。三国志時代の戦乱を避けるために多くの民が朝鮮に流入してきます。中国大陸の文明が一緒に流れ込んできました。4世紀末には高句麗が飛躍して領土を広げていきました。そして南部では馬韓が百済に、弁韓は美真に、新韓は新羅になって発展するのでした。ちなみに韓というのは王を意味するのだと、
解釈されているそうです。やっと中国以外の王朝が出てきたところですが、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。